進めていきましょうか。顔から行って、スザクってあれですよね、クジャクみたいな形だけど、まあ、大鳥鳳凰なので羽が大きくて尻尾も長くてっていう感じだと思うんですけど、まあ、全体を、まあ、どういう風に配置しようかなって先にイメージしておくといいですよね。あら、もう紙面にはまだ書いてないけどイメージしておく。なんかこんなもんで、でもこの辺で、まあ、首回りちょっと毛生やしといて、まあ、でも輪郭先いいか、輪郭先に描きましょう。ここ、なんだ、1,2,3,4 みたいな四角を描くような感じで、描いていきましょう。狙う先はこんなもんですかね。ここからね、ちょっと U 字を使いながら、ね、ぐる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 していきます。サイズかけるな。胸のあたりにもちょっと毛を増やしておいて、こんな感じでいいですかね。それから羽、反対側の羽はどこか、向こう側に行くとこんな感じになるかな。この一番今太く描いているところが骨があるところですよね。こんな感じでちょっと描いておくといいかな。とにかく遠近法を使うためには手前にある、羽を濃く大きく太く描くということになりますよね。先にもう今回はね、黒い、濃い墨を先にねどんどん使って描いていっています。でここお腹で胴体でしょ。で尻尾をこう外向きに描いて、それに向かってシャッシャッと加えていきます。で、本当に尻尾が長いのでちょっとこうふわっと垂らしていこうと思います。これもうなんか中心の線がこの辺だっていうのをイメージしておいて、そこの部分が濃くなるように周辺に増やしていくというか、で隣同士同じ長さ同じ太さにならないようにまばらに描いていくっていうところが大事かなと思いますね。でどこから生えてるのかっていう意識でいくといいかな。全然違うところにシャッて描くとおかしくなってしまうので、そこだけ気をつけるといいんじゃないかなと思います。これ意外と簡単に描けますよね、骨だけ知ってしまえば。これでちょっと筆は変えなくてもいいけど薄めにしまして、ちょっと重ね描きしていくような感じで深みを出していきます。で、羽の輪郭に当たる部分をできるだけ濃くしていくつもりでいくといいんじゃないかな。こんな感じでしょうかね。ちょっと顔が寂しいから黒くしとこうかな。でしょうかね。というわけで、これも10分で描ける、水墨画でした。